動画をご覧の皆さん、こんにちは。2022年夏、JR 東日本グループ山梨県特別観光キャンペーン推進協議会とのコラボにより、あなたに特別な夏、ザ・スペシャリティ・イン・山梨を実施しました。このキャンペーン中に、我々和慶市も、癒し、グルメ、アクティビティの3つのコンテンツを取材し、すでに公開した予告編の後に本編として公開予定でした。ところが、新型コロナウイルス感染症の拡大と時期が重なってしまったため、公開時期を見合わせておりました。今回、当時よりも状況が落ち着いてきたため、本編を公開することといたしました。体験したコンテンツはいずれも特別な夏を感じられるものですので、ぜひお出かけの参考にしてみてください。おーい、いや、死ぬ生意気なんだよ。ちょ、何やってんの。聞いてくださいよ。今度ね、和慶市が飛び合いとの新企画の会議をここでしてたんですよ。で、俺、これがいいと思ったの。目指せ、4期生、山梨マッスルフェスティバル。最高。どう最高。観光資源に育てていきましょう。最高じゃついて、何が不安だお前。なあ、考えてよ。いや、どう考えてもこれおかしいでしょう。山梨県の素敵な観光スポットをみんなに紹介していく、そんな素敵な企画の中に、マッスルフェスティバル。マッスル、こんなの関係ないでしょ、あんた。何考えてマッスルに考えてください。いや、絶対経済効果があんだよ、お前ら。おい、やめろやめろ、ちょっと。やめろなんだよ、あんた。ちょいちょい、やめろやめろ。大体ね、あんたね、忘れてるでしょ。何がだよ。今年の夏は特別な夏キャンペーンあるんですよ。あるの、覚えてますか。覚えてねえよ。こりゃダメだ、ちょっとね。あなたに特別な夏、こんなキャンペーンがあって、今年これがすごい暑い山梨県の素敵なスポット、癒し、アクティビティ、そしてグルメ、この3つをふんだんに味わってもらって素敵な思い出を作る、そんな素敵なイベントがあった、あるの忘れたんですか。なんで俺より知ってんだよ。ふざけんじゃねえよ、ふざけんじゃねえよ。まあまあ、下々の醜い争いは置いておきまして、和慶市が飛び行く始まります。どうぞご覧ください。皆さんごきげんよう。ヨーロッパ貴族出身プリンス高山です。今回は山梨県特別観光キャンペーンデジタルスタンプラリーをご紹介していきます。山梨県の観光地を AI が選び、アクティビティ、グルメ、癒しの3種類の観光スポットを巡ります。そういえば相方の小山は一体どこに行ったんだ。手を皆さん、こんにちは。忍者を目指す毎日修行中、小山です。本日最初の観光地は、八ヶ岳ロングライディングでございます。八ヶ岳のふもと、標高 1000m の場所にある乗馬クラブで、基礎から本格的に並べる乗馬スクールや、初心者が安心して体験できる体験乗馬コースがあるでござる。ところで王子、馬に乗ったことはあるでござるか。まあ、もちろん普段から愛馬のポニーちゃんにまたがって近くのコンビニまで。小山はどうなの。拙者は基本的に忍びでござるから目立つところダメなんですよね。でも子供たちの憧れの忍者が馬にも乗れないってなると、やっぱ子供たち馬に乗るのを諦めちゃうと思うので、頑張りたいと思います。早速ちょっと練習してみましょう。練習しますか。よし、そんな、あ、ちょっと、まあ、こういうこともあるからさ、小山も失敗しないようにちゃんと気をつけるんだよ。ちょっと拙者も怖くなってきたから、ちょっと練習するんだけど。よっ、はい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 。やっぱね、転ぶ練習しとけば転ぶの怖くなくなるんで、人間前に進めるんで。よっしゃ、頑張りましょう。今日の馬にインタビューしていきたいと思います。お名前は。あ、ハピママっていうみたいですね。あ、
15歳若いですね。あ、25と言うみたいですね。そんなにも25ともいる。そうですね、お友達たくさんいる。はい、今日はよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、それでは本日乗馬をご指導いただける八ヶ岳ロングライディングの浜野さんです。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。大丈夫な、おとなしい、おとなしい、かわいい、意外とほんとつぶらな人に押して、ね、じゃあ早速乗ってきます。はい、じゃあ乗ります。はい、で足を、ね、ここに引っ掛けます。はい、でこの辺ギュッと握って足を反対側にグリッと。おー、はい、乗れた。実際この目線っていうのが、うん、下々を見下ろせる、うん、最高だね。最悪じゃねえ。乗ってみるとすごいがっちりしてて、うん、安心感っていうのもあるし、うん、まあ、歩かせていくのが楽しみであります、うん、いいですね。なんか安心感が、初めてでもこう安心感があるっていう感じですね。そうですね、はい、誰でも乗れます。初めての方でも、うん、全然怖くなかったです。ありがとう。じゃあ、周りを回ってみますね。おお、1、2、1、2、あ、ちょっとできる。あ、そうです、そうです、その感じ。1、2、1、2、さて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 、1、2、1、あ、できてる、できてる、いいですね。1、2、3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 、2、
次の出発だね。はい、もうね、練習終わりで出発していきます。ここも標高大体1000ぐらいはありますよね。ロングライディングの手がね、そんなちょっと登りますけど、まあ多分どんなもんかな、20メートルくらいか。でもこれだけね、やっぱ標高もそもそも高いから涼しいもんね。本当に涼しいですね。おっ、おっ、これは障害物1、障害物が、おお、めっちゃ突っ込んできましたね、ジェンジは。私当たんないからね、ジェンジは持ってくる。おお、早い、おー、ゴールだ。戻ってきました。一気に暑くなりますね。明るいし、暑いですね。暑くない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかね、受けこう転ぶ練習とかしてたけど、ね、必要なかったですね。ね、最初失敗しちゃったけど、本当にスタッフの方がすごい丁寧に教えてくれて、乗ってる間も、まあ、いろんな知識とか退屈にならないように結構長い間楽しめて乗れたのかな。なんだろう、今乗ってて多分車とかだったらそんなことないけど、馬だと一歩一歩の振動が伝わってきて、100万馬力とかね、なくてもいいから1馬力もバカにならないなって思いました。馬や、はい、乗馬の魅力、ぜひ皆さんにご紹介していただきたいと思います。はい、はい、そうですね、乗馬の魅力というのはもう名前の通り馬に乗ると書くわけですけど、生き物に乗ってるわけですよね。これが他の乗り物と一線を画すので、やっぱ生き物だからうまくいかないってことあんで、バイクや車だとそんなことはないんだけど、馬だと勝手にどっか行っちゃったり草食べられちゃったり、でもそれも面白い、それが乗馬の魅力だと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうね。はい、ありがとうね。いいよ。本当だ。おお、飲んだ、飲んだ。美味しいから。エディスさん、今日はありがとうね。おー、飲んだ、飲んだ、飲んだ。おー。